本日司会進行させていただきます岸本と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ですね、基本的にちょっとミュートにしていただきまして、何かご意見とか質問とかございましたら、チャットで書いていただけるとすごく助かります。よろしくお願いいたします。最初にちょっと自己紹介からお願いしてもよろしいですか？はい、じゃあ、まあ、ご存知の通り、久本でございます。今日は白石さんと一緒に喋りながらやりたいと思うんですけども、白石さんの方から先に紹介いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。白石と申します。僕はホワイトラックコンサルティングっていう会社を経営してまして、ホワイトラックってホワイトにラックでブリヂストン的な発想ですけど、思いつきで瞬時に考えたのがこの名前でした。で、僕、久本さんと考え方がかなり近くて、僕も今、新宿区の方で地域活動をしてるんですけれども、やっぱり無料で、まあ、無料というか、いかにこう資本主義をちょっと排除していくかなみたいなところを考えてるんですけど、それをやっぱり分かりやすく具体的な行動に落とし込んでいただいているのが、まあ、久本さんがやってるぐるり、まさにぐるりなのかなっていうところで。で、みんなのサービスみたいなものがいかにこう、まあ、人と人のつながりをもとに、より良いものに昇華されていくのかなっていうのを今課題として、地域活動を取り組んでおります。で、まあ、今日も久本さんからね、皆さんにこう、僕もですけど、参考になるようなお話とか、そこからみんなで話すことによって、あ、こういう考え方ってより具体的でいいよねとか、あとは課題のない理論っていうのはちょっと机上の空論になりがちなので、皆さんが思ってる、いや、こういう課題が実はあるんですよっていうことが聞けると、僕的にも久本さん的にもこう、逆にそれってどういうふうに解決、ぐるりを使ってしていけるのかなっていう、まあ、検討材料にもなると思うので、そういうお話が逆に聞けたら嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いします。まあ、すごい、なんか共感でこんだけつながってすごいですね。白瀬さんは東京リーダーという名前で 勝手にしておりますが、東京の方はぜひ白瀬さんとどんどんつながっはい、よて。ろしくお願いします。お願いします。社長も軽く自己紹介されますか？まあ、そうですね、まあ、トークの初めにちょろっと投資するから、まあ、止めてやっちゃいますか。了解です。ではもう早速トーク始めちゃってください。はい、じゃあ、ちょっとやっていきますね。画面共有でちょっとやりますが、まあ、ちょっとなんか、白石さんの方からも、なんかここ分かりにくいとか、なんか、言ってください。もちろんです。もちろんではい。す。はい。ではでは。まあ、ちょっと私はですね、会社を15、6年ぐらいやっておりまして、21歳、22歳で起業をして、まあ、女性スタッフがほぼですね、9割ぐらいで、スタッフが130から150人ぐらいですかね。で、ママさん。で、加古川市っていう場所。まあ、大阪と東京にも事務所ありますけれども。で、まあ、女性が多い中でですね、こう素人集団がいる中で、どうやって組織作りをするのかってめっちゃ鍛えられまして、8年ぐらい。めっちゃ研究しました。多分日本で一番研究した、実践したんじゃないかな、みたいなことでやります。で、さらにお客様も女性でですね、まあ、4、50、60代の、この女性が綺麗になるようなファッションを通販ブランドでこうやっておりましたと。で、実はまあ、まあ、売り上げもこんなぐらいあったりで、やっております。で、本も書きましてです、ちょっと本今ないですけども、まあ、そこに書いてる内容とちょっと被るかもしれないですけども、今日お話ができたらなと思っております。まあ、いろいろ話をしていくと、なんかね、全部同じ話やなっていう感じに私はなっていってですね、まあ、なんかいろんな各方面から、なんか似たような話すると思うんですけども、結局多分ね、追求すると似てるし同じやなっていう感じで、ちょっと聞いていただきつつ、まあ、ブレイクアウトまたしますんで、まあ、そこで感じたこととか、自分の、思ったこととか、全然自由に喋りながら、またインプットアウトプットしていただけたらなというのと、まあ、私自身、まあ、社会全体を幸せにしたいという思いで会社やってたんですけど、それで、会社だけだとちょっともう収まらない資本主義っていう限界があるので、なんでこうやって個人でぐるりとか、まあ、市長に出てみてもいいかなっていう感じなんですけども、結局これって、
コミュニティマネージャーになれる人がどれだけ世の中にいるかの最大数がすごい大事だなってちょっとこの1ヶ月ぐらい気づきまして、ちょっとこういう話はしっかりした方がいいのかなっていうか、多分これにちょなんかビビッとくる人はなんかすごくこれから活躍される方々なんじゃないかなって思うので、まあちょっと私の学んだことをシェアできたら、それぞれでなんか持ち帰ってもらえたら、そのまた、そこに集う人たちがまた幸福になっていくんじゃないかなっていう感じで思っております。はい、そんな意図ですね。また時間、私分かってないので来たら言ってください。そろそろです。途中で止めます。はい、ぶっ続けてやります。で、まずですね、まあ、組織づくりをするときに、まあ、フローっていうものを学びました。まずこのフローっていうのを理解しておくとめちゃくちゃわかりやすいです。で、これはまあ教育で言うとモンテッソーリとか、シュタイナーとか、なんか教育からうち入っていったんですよね。こう教育学っていうのを経営学に落とし込んだだけなんですね。で、何かって言ったら、このフローで読み解けると、内発的動機と外発的動機っていうのがありまして、内発的動機に辿ったときに人は尋常じゃないエネルギーを湧き起こすみたいなね。こういう感じです。例えばちっちゃい頃私は、なんだろうな、魚釣りにはまってもひたすら猿のように釣りに行ったりとか、なんか熱帯魚にはまって家の中水槽10個になっちゃったりとか、ドラムにはまって、なんかドラムがお家にやってきてですね、ドラムにはまってなんかひたすら猿のように叩いてたりとかですね、なんかギターも弾きたくなっちゃってとか、ベースも弾きたくなっちゃって、まあそういう経験って皆さん、じゃあるんじゃないかな。まあ大人になってからもあると思うんです。それって自分の心からの声なわけですね。でも外発的動機って何かって、うちの母親がですね、結構外発的動機をなんか発動されるんですけども、例えばピアノ習いに行きなさいと、私めちゃくちゃピアノ大嫌いだったんですね。なんかこう英語を習いに行きますよ。英語を行ったんですけども、もうなんか早く帰りたくてしょうがなかったんですよね。でもなんか中学ぐらいになってですね、まあ、ピアノもちょっとやりたくなって、で先生がねあまりにも綺麗だったんで、その時先生のためにあったんですけども、まあ、好きな曲自分で弾くようになったりとか、その内発的か外発的かによって全然変わってくる。で、例えば子供とか、まあ、家庭でもそうなんですけども、まあ、奥さんにこれやってあれやってみたいな言われたらすごいしょんぼりするんですけど、まあ、自分からまた掃除しよっかなとかね、片付けよっかなとか、こう自分から発動するものっていうのは尋常じゃないエネルギーができるとですね。だから外発的動機は指示命令管理ルール罰則周りの目、まあ、外にあるものですよね。その他のものっていうのは結構やる気が生み出しにくいですと。でこれ個人の話と、今度集団ですね。集団になってくると内発的動機をこうなんですか、みんなで作っていくって感じですね。寄り合いながらこうみんなで話しながら、みんなでこう決めたものってみんなのものじゃないですか。一人で決めたものがこう上から降りてくるんじゃなくて、ちょっとでも参加してこう参加型でこう一緒に考えながら、動機を自分の中に湧き起こしながら決めたらみんなで作ったものですけど、まあ、会社とか、ね、組織とかでよく起こるのはこの外から。なんで会社の中であんまりこう私決めないでおこうと、みんなで話し合ってやってみようと、でちょっとオープンにしてみよう、どう思う、ちょっと聞きながらやってみるとかね、できるだけルールを減らすとかね、っていう感じにやっていったら結構自立自走になっていったみたいな感じなんですけど、まあ、このフローですね。でさらに長老型マネジメントって、言ってるんですけど、じゃあこのフローが発動する理由、条件がありますよって、これ心理学の方で研究されてて、一つがこの無条件の信頼とか無条件の需要っていう言葉なんですけど、これ言い換えると条件付きの信頼とか条件付きの需要っていうのは、相手を何ですかね、これやってくれたら信じます、これやってくれたら私受け入れますっていう、これ条件付きです。これ反対にある、無条件ってことはなんか知らんけどいいっすねっていう感じですね。なんか知らない人でも信頼するっていうかね、受け入れる、なんかすごい奇抜な人がいますと、突拍子もない意見、突拍子もない行動、突拍子もないことをする、そういう人でも受け入れてみようと、なんかそういう空気感、そういうなんかこうリーダーシップがあると、こっちが発動してきますよね。この辺が発動したり、集団もこうやりやすくなるねっていう感じです。でセーフベースっていうのは、子供、まあ、赤ちゃんがですね、例えば子供、親が見てないところ、不安な状況になりすぎると、泣きじゃくったりとか、お母さんいない、お父さんいないってなるのと、精神状態が出て、
まあ、大人でもですね、まあ、強烈に不安になることもあるわけなんで、そのリーダー、まあ、コミュニティマネージャーは、できるだけ安心安全な、心理的安全と言いますけどね、安心安全な、こう、政府のベースを作ってあげるっていうことをしてあげましょうというような感じです。はい、ちょっと思い出してね。で、さらに、今度チームビルディングっていうものがある、ここまではちょっとフローの話、これ一つ覚えてで、次が、チームの法則っていうのを覚えておいていただけたら、これ楽天の、ね、楽天大学学長中山さんという方から、何年もかけて、ちょっと自分の中にインストールしたのがうまいんですけど、これ簡単に言いますと、簡単に言いますと、チームっていうのは4つのステージがありますと。チームって、まあコミュニティがこう活性化すると、まあチームになって、チームが、なんだっけね、うまくいくと解散してコミュニティになるみたいな、なんかそんなことをね、中山さんおっしゃってるんですけど、まあコミュニティとチームってすごいこう、なんか似てて、まあぐちゃぐちゃしたような感じだと思うんですが、まあ関係性っていう概念で置くと、4つのステージがありますと。で、まず1つ目、お互いよくわからない状態の時ですね。自己紹介から始まってみたいな。で、なんかどこまで言っていいのかわからないとかね、どこまで突っ込んでいいのかわからない状態です。で、第2ステージっていうのは、お互いちょっとずつ意見が出てきたり、対立がちょっと見え隠れするような状態です。で、必ずこれ起こります。で、この時にブレーキかけて第1ステージ戻すこともできるけれども、大体日本人戻します。戻して、隠して、自分の内情ですよね。要はちょっとずつフローが出てくるわけです。で、そうすると価値観ってお互い違うわけですから、違う価値観の中で混沌とした状態になっていくのが苦手な人が多いです。でもここにいらっしゃってる方は多分感覚で理解されてると思うんですけれども、そんな感じだと思います。で、これをどう乗り越えるかですね。どこまで本音と本質的な話をしてコミュニケーションを深めて同じ方向を向けるかですね。これって個人の価値観を別に否定するわけじゃなくて、その場ですよね。例えば家庭でもそうですけども、そのお互い二人のこの家族の場、まあ子供ってこの家族の場としての方向性は何かと。個人の価値観を尊重しながら、その場での方向性っていうのを決めていきましょうっていうのがこちらになっていきます。で、まあトランスフォーミングってあうんの呼吸ができる。これはですね、私家族で捉えると、例えば、付き合ってる状態ですね。結婚する前で付き合ってる状態は、まあまあ合意形成ができたんで、このね、混乱期を超えてノーミングになったとしますよね。で、これルールがありまして、人が人より増えたり減ったり、もしくは状況が変わると、なんか螺旋のように第一ステージに戻りますと。例えば、同棲を始めましたとね。まあ、若い頃思い出してね、同棲を始めたらですね、第一ステージに実は戻ってますと。例えば、寝る時間の好みがあったりとかね、なんか遊び時間、休日の過ごし方の好みがあったりね、ご飯の作り方とかね、お風呂の入り方、洗濯の仕方、いろいろ状況が、釣り合ってないものが発覚するわけじゃないですか。そうすると、一部の部分で混乱期が生じますと。ストーミングが生じますと。じゃあ、ここで話し合わずに解散することもできますし、まあ、話し合った上で、この場でのルールはどうしましょうかっていう、呼吸が若干でき始めると、このノーミングに入っていくような感じですね。なんで、ここでは、第一ステージから、で、さらにですね、子供が生まれますと、結婚しまして、子供が生まれたら一人増えたんで、第一ステージに戻ります。私もめちゃくちゃ喧嘩したりしましたね。で、また話し合って、で、子供が成長したら子育ての仕方どうしようとかね、状況が変わるんで、また第一ステージに。私もなんかこう、ちょっと選挙のことになりだしたら、奥さんが、いやいや、実は言っててですね、第一ステージに戻ったりとかですね。そうなります。私はよくわからんけど、知らないとか言ってますけどね。そういう感じですね。で、ここで、ここで第一から第二に行くためのなんかポイントがありまして、コミュニケーションの量が大事になります。お互いの趣味の話とか何気ない話。で、こっちは質が大事になるので、ここでファシリテーションみたいなことが大事になってくると言われております。こんな感じですかね。で、同じ方向性に向いていくと。まあ、ちょっとここは飛ばしましょう。なるほど。さんはどうでしょう。そうですね。ちょっと今いい感じにして、なんか、今その外発的動機、内発的動機ってところと、そのチームの形成の仕方ってところをお話しいただいたと思うんですけれども、ここで一度、ぜひ皆さんで小チームに分けて話してみたらどうかなと思ってまして、はい、でチャットでもコメントで、こうみんなで話し合って決めていきたいという思いはあるんですが、みんなで話し合うとスピードが遅くなることが気になって、結局私が決めて指示してしまうことが多いです、みたいな。お悩みも書いてくださってる方もいらっしゃるので、ちょっと今ここで何チームぐらいですかね、5チームぐらいに分けまして、
ちょっと小チームで皆さん話し合ってみてもらえたらなと思います。なんでちょっと分けちゃいますね。切り口が難しいですよね、実際。どこを切り口にするか。なんで、指示出さなきゃって言ってるのも、多分まあビジネス的な感覚、まあ、仕事上だと思うんですけど、そのあたりってどうですか、久本さん的に、そのビジネスなのか、あるいはどういうコミュニティにおいての話なのかって、こうやっぱある程度。これね、ビジネスになると利害関係が発生するので、まあ、この会社でこのコミュニティ作りするのってめっちゃ難易度高いなって思ったんですよ。だから、うん、趣味のところとか地域とか家族からまずスタートして、うん、その利害関係の高い会社、一番難易度高いです。でまたスタートするといいんじゃないかなと。これでも距離感とか正解ないんで、まあその状況とかその場とかによってだと思います。じゃあちょっとブレイクして、まあまあいろいろ喋ってみましょうか。そうですね、いろいろ事例が出そうです。はい、入ってこられましたかね。お帰りなさい。時間短かったですかね。大丈夫、短いんですよね。久本さん、あ、はいはいはい、あ、今こっちであった話をちょっと先にもう忘れないうちにお伝えします。はい、グルリーで、紹介、グルリーに参加してくれる方の紹介で外部の方がグルリーに入ってきてくれて話をするときに、そのイデオロギー的な根本的な理解がない方が入ってくると、結局物々交換だったり、私これあげるんだからこれちょうだいねみたいな、そのなんとなくそういう雰囲気があったりして結構こう乱されることがあるので、そういう対策というか、どんなこう説明とか話ができるといいんですかねっていう点と、あとさっき会社が一番難しいって言ってたんだけど、それ以前に家族とかその小単位の部分で、どうにかそこを改善したい場合は、それはどんなふうにしたらいいんですかねみたいな課題感を、まあ、ちょっといただいたような経緯が。なるほど。じゃあこの次話す内容から皆さん何かヒントをいただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっとまあただテーマとしてはちょっと置いといていただいて、またちょっと拾いきれてなかったらもう一回それを話しましょうかね。じゃあちょっと、じゃあいきますね。多分その辺が内包されてそうです。ちょっとまた時間来たら止めてください。なんだ。では、まあ、ちょっとこれは志についてですね、志ってなんやねんって話なんですけどね、ちょっと喋ってた内容からちょっと言います。で、志と夢って何ですかってね、ちょっとまた変わった切り口で言います。で、これね、考えたこと、私もなかったんですけど、わかりやすくね、言ってる方がいらっしゃいまして、夢っていうのは自分のやりたいことですね。で、志っていうのは、自分のやりたいことを超えて、誰かのために何かしてあげたいってとこまでたどり着いたら、志に変わるっていう感じですかね。夢から志に変わっていくよって話をしておりまして、あ、なるほど。そういうふうに位置づけを理解すればわかりやすいなと思いましたが、じゃあ皆さん今どこにいますかと。どこでしょうね。で、これは実はね、宗教、私、神道、まあ、仏教はあまりよく分かってないんですけど、儒教、あとキリスト教、で、心理学。結果、みんな同じこと言ってるなっていうことにたどり着きまして、そんな感じです。ちょっといろんな切り口からじゃあ解読してみましょうって話なんですけども、これマズローでよく言われてますけども、まあ、この生理的欲求、安全欲求、社会的欲求ですね、つながり感ですね、ここ。で、承認っていうのは、あなたすごいよね、私すごいよね、っていうことですね。じゃあ、そうすると自分こうやりてみたい、みたいな感じになりますけど、ここってちょっと夢っぽいですよね。私、ちょっとここね、だいぶ夢は通り過ぎて、志に変わったわけです。なんかみんなのためにしたいとか、社会幸せにしたいとか、なんかこう、子供たちのため、まあ、100年後ぐらいまで見えてますけど、これもしかしたら1万年後とかね。見えてきたらすごいなと思いますけども、こうやって超えてくる人たちがいるという感じですよね。じゃあ皆さん今どこにいますでしょうか。で、隣にいる人は今どこにいるだろう。家族のみんなはどこだろう。仲間は今どこにいるだろう。っていう感じで言うと、別に対立するものでもなく、あ、今ここを満たさないといけないのに満たしてあげたいな、みたいな感じで捉えてもいいかなと思います。で、さらに、さっきの、フローのところを深掘っていくんですけども、自我の発達段階っていうことを、まあ、天下史郎さんという方なんですよね、研究されて、これ理解するとすごい分かりやすいんですよ。これ理解するとね、人っていうのは自我の状況が違う。マズローも似たような状況、これね、照らし合わせれるんですよ。で、じゃあどういうふうに変わっていくかっていう、初期自我っていうのは、
まだ赤ちゃんとか子供たちですなんかね、泣きたいときに泣く、遊びたいときに遊ぶ、食べたいときに食べたい、排泄したいときに叫ぶとかね、こうやって本能のままにまず行きますよね。本能のままに生きた後にどうなるかって言ったら、今度周期自我になる。うちの息子もそうなんですけど、母親、母親の承認を得るっていうんですよね。なんで俺の承認じゃダメなのって話ですけど、うん、お母さんがいいか悪いかみたいなね。そんな感じですね。で、親の価値観とか、周りの価値観が自分の価値観になります。これ別にコロナとかワクチンがいいとか悪いとか別に置いといて、社会がマスクをつけ出したらマスクをつけましたよね。で、これマスクつけ、やめるか、続行するかっていうのは社会が判断してるってことは、今の日本の社会は結構中期自我の方が多いんじゃないかな。まあ、その天元師匠が言ってるんですけども、結構ここの方多いんじゃないかなって思います。じゃあ、あなたは今どこにいますって、あとで質問しますけれども。なんで、親や周りの価値判断が自分の判断。私も昔そうです。なんです。めっちゃ他人の目気にします。だから、外的動機に左右されるんで、が自分の動機になっちゃうんで、めっちゃ心が疲れるんですよ。この状態って。で、反抗期を迎えたり、自立、独立したりすると、自分の価値観に変えていけるようになります。私もちょっと高校の時に結構仲違いして、友達と。その時に、すごい谷間を越えてこっちに行ったなって感じがします。要は、自分がいいと思えばいいじゃんっていう感じです。もういいよ、周りの意見みたいな。そういう感じです。そういうふうにちょっと思えるものが増えてきたら、好奇自我に変わっていくな、みたいな感じですね。そうすると、まあ、いわゆる反枠とかですね。そういう人たちって結構好奇自我っぽいなっていう感じですね。別にいい悪い置いといて、それは自分で判断できてるわけですから、じゃあマスクつけなくていいと思うんですよ。好奇自我ですね。ただ、その場合、シャドウが生まれます。マスクとかワクチンを言い出したまだこれあれですけども、自分の正しいと思う価値観が芽生えたら、その反対側にいる人って、なんか嫌な気がするんですよね、とかね。これ、裏を返したら、自分の嫌なところが認めれないところを相手に投影するっていうんですね。これ、シャドウの投影っていうらしいんですよね。要は、この人嫌いだな、この人嫌だなって思う人って、自分の嫌なところだったりするんですよ。不思議ですよね。これ心理学って感じですね。そうすると争いが起きるんですよね。これは好奇自我のちょっと特徴になります。だから争い結構絶えなかったりします。で、これ、この後どうなるかって言ったら、自分と向き合ったり、相手と向き合ったり、対話をすることで、あ、そんな価値観もあるんだな、みたいな。あ、なるほどと。私は猛烈にみんな仕事することが善だと、10年前か15年も思ってました。なんでこいつもっと働かんのみたいなね、ことを思ってました。でも、許せるようになりましたね。もうだいぶ前ですよね。あ、別にいいじゃんと。緩くやってもいいじゃんと。あ、こういうことが苦手な人もいるよね、とか。うん。なんか自分も苦手なことあるし、とか。得意不得あるよね、という感じで、自分も許しながら、相手も許していく。っていうことをしていくと、成熟した自我の人が増える。これね、成熟した自我の人っていっぱいいからしいです、ね。難しいです。で、じゃあどうやったらなるかっていう、私もすごい研究対象ですけども、対話することで疑似体験するんですね。許せるように。あ、相手を許せるようになったら自分も許せるようになるとか、一緒になんかプロジェクトをしてみて、自分の強み弱みが分かったり、相手の強みが分かって、それが組み合わさることで何かが成し遂げられたりすると、いろんな、なんかこう体感で分かる。いろんな価値観がある。うん。なんで、さっき話した無条件の自由とか無条件の信頼とか、いうことが、できる人っていうのは意外とここの人なんですっていうことをおっしゃってて、あ、なるほどと。じゃあ自分も自分と対話して許し合えないといけないなとかね。器を広くしなきゃいけないな。なんでこのコミュニティマネージャーっていうのは比較的この成熟した自我にたどり着いてないと、場を、なんかこう許し合う空間に持っていけないみたいなね、感じになりますね。で、こう制約はない世界なんですよね。争いのないです。ってことは、社会はどこに向かわなきゃいけないかって言ったら、成熟した自我が多い人たちが、なんかこう、大多数になっていく状態になると、平和になるという感じなんですね。はい。まあ、ぜひ自分にベクトルを向けて話してみてください。で、人間っていうのは、これはまあ、コーチングのところを勉強していくと分かってきたんですけども、潜在意識があると、ここ皆さん理解していきたいですね。潜在意識と潜在意識。心の中に OS があると。じゃあ、本能だったりとか、さっき幼少期の体験、そうですよね。
で、環境によってこれが正しいって思った、中期時間で思ってしまったら、やっぱりその心の癖っていうのが潜在意識がありますみたいなね。だから、なんていうんですかね、この心の中っていうのは本当にぐちゃぐちゃするものだし、目に見えないし、わけわからないですよ。わけわからないし、いろんな癖がありますと。だからこれって結構この見えないものの、このいろんなものの、なんかぐちゃぐちゃしたものをこう書き換えていかないといけない。そういうものです。だから大人になったりすると、より書き換えれないという感じなんで、結構難しいです。はい、で、さらに、まあ、最近勉強したんですね。これ今度、儒教の観点からいきましょうと。この大学って皆さん聞いたことありますよね。皆さん大学行かれましたか、大学行ってない方もいるかもしれない。私、中退しましたけども、これ大学っていう書物が、師匠五経っていうね、大学、その中で大学って言って、大学、大きな大人になりますと。もしくはこう、みんなを、なんかこう、集って何かを作っていく、リーダーシップを発揮していく人たちのための学びみたいな感じですね。じゃあ、儒教って何なのって言ったら、これね、戦国時代ですね。2000年、2500年前に生まれた。あの時ね、めちゃくちゃ人死んだんですよ。三国志は読んでましたけど、あの時人口1億人中国いたんですけど、たった何十年かで3000万人まで減ったんですよ。これ戦争しすぎて食べ物を作れなくて、もう飢餓で、流民で、どんどん死んじゃったって。なんかそういう時代です。そういう時代になぜなったかっていうことを儒教の人たちは研究したわけですね。もう耐えられないと。なんで儒教っていうのは、上に立つ人たち、コミュニティマネージャーですね。上に立つ人たちの学びを書かれていますってことですね。神道とか仏教も、なんか徐々にね、出来始めたんですけども、まず神道ですね。八百万の神と。これも面白いですよね。結局人間って先祖をたどれば、地球から生まれたわけでとかね。地球にある素材から我々はできてるわけですよね。元素でたどればとかね。地球にあるものを食べて私できてるんですね。なんで、私も神だし、あなたも神だし、子供も神だし、地球から生まれた机だってパソコンだって神だし、みたいな。いろんなものに神は宿ってるよねっていうのが八百万の神。八百万の神だけで収まらなかったので、ちょっと、人が増えてきちゃって、争いが増えてきたので、まあ、こういう考え方をやりましょう。で、この大学っていうのは、この一文にまず収まりますということで、明徳を明らかにし、神に親しみ、自然にとどまるということを言われてます。これ深いなと思って、神秘的な、なんですかね、そのさっき神と言われるもの、その、働きですね。大地、例えば太陽の、光から、なんかエネルギーを人間はもらってますよね。地球をもらってますよね。で、大地の中にはいろんな微生物がいたりとか、何かこう、見えないものが動いてますよね。で、例えば、木でも、根っこの部分は玄徳っていうね、見えないパワー。明徳っていうのは、明らかになってる徳、パワーっていうのは、花ができたりとか、葉っぱが生まれたりとか、いうことですね。じゃ、この明徳は明らかにしっていうのは、この目に見えた徳ですよね。良い行いとか、そういうものを、どんどん明らかにする、広げていきましょう。そして、この民に、まあ、親しみっていうね、この親しむっていう言葉なんですけども、親っていう字を書きますよね。親っていうのは、さっき、見守るっていう感じですよね。木の上に立って見守る、見るっていう字を書きますけれども、もう一つ意味があって、水にこう浸すっていうことから語源が来てるんですけれども、来るらしいんですけどもね、浸すってことはこう一体感になるってことですね。親しむってね、なかなか使わないんですけど、使わないことかもしれないですけど、一体になるということです、はい。上に立つ人、リーダーになる人は一体になって親しんでくださいと。で、親っていうのは、子供が生まれたら、私の奥さんもそうなんですけども、この子が死んだら私も死ぬみたいなことなんですよね。不思議ですよね。親と子の愛情って不思議ですよ。なんていうんですか。それは愛ですね。天然の愛ですね。人間が持ってる、動物が持ってる天然の愛ですね。これは人って言いますけれども、これが親の感情ですね。親しむってことですね。なんで、誰とでもこう、親しんでくださいと。一体感を作ってください。で、この自然っていうのは、善と悪もない状態。さっきの成熟した自我ですね。善も悪もないような状態のところに留まってくださいと。この漢字っていうのは面白いですね、日本語は。いろんなところにコードがあります。暗号があります。こう自然っていうのは、いつっていうらしいですね。この、話の中でね、いちって書きます。いち。で、いちにとどまるで正しいっていう漢字を書くらしいですね。いちにとどまる。ね。自然にとどまる。正しい。
ますね。続き進みましょう。で、さらに、もうちょっとだけいくね。この大学っていうのは、次の言葉、になるんですけども、格物致知、誠意、精神、修身っていう。で、才華、智国、平定化。世界中を平和にしたい人たちは、まず遅刻してくださいと。地域周りを治めてくださいね。国を治めてください。国を治めれる人は、まず才華。家を治めてください。家を治めれる人は、まず自分を治めてください。身を治めてください。とかですね。格物致知っていう言葉と、この辺結構似てるんですけれども、知っていうのは英知の知ですね。英知の知に至ってください。物事の真理、法則、まあ、例えば私だったら組織づくりの法則、マーケティングの法則とか、女性の心真理を知らないといけなかったね、法則、まあ、人間の法則、まあ、いろんなところを知っていきます。ってことですね。身を治めるためには、物の法則、知の方、英知の法則っていうのをまず知ってください。まず知っていくと、いろんなところにたどり着きますと。でそうすると、心の音が聞こえてくるようになりますと。心の音を持って、誠の気持ちになったり、心を正してくださいと。で、身を治めてください。身を治めた人が初めて家族を幸せにできますと。正しいものが分かってくる。物事の真理が分かってくるから、家を治めれる。その当時の家っていうのは、20人、30人いたらしいですよね。大家族ですね。うん。まあ、我々まだね、3、4人の家族でさえも治めないですけれども、まず身を治める。みんな身を治める。身を治めた上で家族を治める。まあ、もしかしたらこれは、身近なコミュニティかもしれないし、会社かもしれない。だから私は自然と身を治めて、社会を幸せにしたいと思えた。その後に、まず会社かな。お客さんの前に会社かな。会社を治めれて、お客さんも治めれて、さらに地域社会ってことで、まあ、もしかしたら市長かもなとかね、ぐるりかもな、みたいな。で、それができる人が増えてきたら、平定化になります。社会は幸せにたどり着くんじゃないですかねっていうことを、2500年前の大学はおっしゃってます。そして、これ大学のやつですね。天使よりもって、庶民に至るまで、いつにそれ、皆身を治むるをもって、本となす。この大学の中に本末っていう考え方があります。本とですね。元があって末が起こりになります。元があって、これね、陰徳があって、じゃあ玄徳があって、明徳がある。例えばこれもですね、ここが本です。こっちが末です。コミュニティどうにかしたいって話をされる方は、まず身を治めないといけませんよってことですね。コミュニティ、社会をどうにかしたいっていう人は、まず自分の周りのコミュニティをどうにかしないといけないですよっていうことを言う。確かになと思って、これが連続していくということです。で、これ本となります。ね、これ天皇ですね。天皇からみんな、ね、諸人に至るまで一般の人も全員ですね。はい。で、いつにそれ皆、身を治めてください。まずこれを治めましょう。ということを、まあ、おっしゃってます。身を治まざれば、もってその家を、治むべからず、これ見ましょうね。国を治むには、まずその家を治めてくださいと。一家、人なれば、親って言葉って言いますよね。一体感ができるような愛情が生まれたら、一国は愛に満たされますよね。一家、情なれば、一国、情理。ね、こう情っていうのは奪い合いの反対、譲る、委ねる。ですね。みんなが委ねていけば、どんどん、みんながぐるりしていけば、国中ぐるりしていきますよね。これ、上杉鷹山とか、二宮尊徳さんが言ってますね。お互いに我を捨てて、譲り合うことから力を合わせていこうという気風が生まれます。これ、情。ですね、その当時結構ね、飢饉が起こったんで、結構財政破綻した地域がいっぱいあって、二宮さんのとこは600ぐらいの村をおぐるり方式で救いに行ったらしいですね、最近調べてね。その時に大事な人はぐるり、譲り合う、ね。で、一体感を作っていくっていう。大学を読まれてたんですね、あの二宮さんのとこっていうね、方は銅像になってますけども、あの本は四条五景の大学らしいですね。はい。まあ、これはこういう、この本。いう感じで一回ブレイクさせていただきましょう。そうですね。結構なんかマインド的な話がいっぱい出てきたんですけど、白吉さん聞かれてどう思われました？うん、多分かなりま難しいだろうなと思いつつ、まあ、それぞれの言葉がやっぱ多くて、そのそれぞれの言葉を自分でどう捉えていくのかなってことをまず考えた。るところからスタートなんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、全部を今理解する必要はなくて、今まさに自分が向き合うべきところとかが、まあ、一番こうしっくりくると思うんで、さっきまあ、会社の前に家族で自分はつまずいちゃってるんですっていう場合は、
まあ、久本さんのおっしゃってたその家族にどう向き合うのかっていうフェーズで言った時のさっきの図 の, あの自分はどのあたりに今悩んでんのかなっていうところを、でその一個立ち戻ったところも自分はすでに解消できてんのかなっていうところからあの解消していきつつ、まあ高みを目指すっていうのは、まあ、ゴールが見えてるっていうのはやっぱりすごく大事なことなんで、今の全体像を把握しながら意識を高く持ちながら実際に行動をしていって動いてる人に学ぶから学ぶっていうのはなんか、まあ、いいのかな。だからまあ知らないことを知ってることによって、まあ、道筋が見えるんで、今みたいなこともやっぱり頭に入れつつで、あのやっぱりリーダーを自分で目指すのであれば、あのそういう話があのできたり自分の中で言語化したり整理しておくってことがやっぱり必ずどこかで必要になってはくると思うんで、まあ、今みたいな学びを自分の言葉でどういうふうに説明できるのかっていうこともすごく課題感としてはまあ大きいのかなと、そうですね、まあ、それぞれ皆さんいろいろフェーズにいらっしゃると思うんですけど、どこでもまあ共通してあの覚えておくという話だったのかなと私も聞いていて思いました。なのでちょっと皆さんそれぞれ自分のフェーズ今どんな感じですというか、そういうなんか簡単な話は全然大丈夫なので、ちょっとブレイクアウトルームでいろいろお話ししてもらえればなと思っております。またちょっと3チームぐらいに分けてますので、そちらこれですね、こちらに入って皆さん話してみてください。だいたい7分ぐらいで、はい、お話お願いします。いかがでしたか。結構短かったですかね。今回さっきより短くしちゃいました。お話できましたか、白石さん。うん、話はあの皆さんもやっぱ、うん、ここに参加されてる方ってやっぱりもう当然意識高くて、あの普通さっきの話って、まあ、全然入ってこないんですよね。ただまあそれぞれの部分で全体像が、まあ、あるいはその意識しながらあの生きてるだけで、ここ課題だよねっていうのをやっぱみんな感じながら生きてるんで、あ、こういうことなんだなっていう、やっぱり言語化っていうのがすごく鍵になってくると思うんですよね。今の時代ってやっぱり多様性っていう中で多様化が進んでるんで、一つの言葉を取ってもやっぱり昔はみんなあのその言葉って共通認識だったものが、自分の定義を加えないと相手にきちんと伝わらない時代に入っていて、自分なりの定義をやっぱり今の話の中でもつけていく必要がじゃこう出てきてるんだろうなっていう。でそこをまあ久本さんみたいなもう引っ張っていく方が自分の解釈を加えた上で説明をしてくれると、あの自分としてもやっぱり聞いた側としても咀嚼しやすいというか、自分は違うんだけどやっぱり尊敬できる人の意見に結構傾倒しやすいというか、でそれを学びながら実践をした上でやっぱりちょっと違うなってなれば自分の意義を見つけていけばいいし、習えばそのままいけるのであればそれでいけばいいっていうんで、まあ多分ここにいる方たちにそういう役目を順次担ってほしくてこういう会を開いてるというような認識だと思うんですね。そうですね。分かっちゃったんで、ぜひシェアしてやるという感じですね。じゃあちょっと続いていきましょうか。あ、感想とかコメント随時チャットに投げてくださいますと助かります、皆さん。はい、じゃあ続きお願いします。はい、すいませんね。まあ、シャワーですね。で今度、老子ですね。で、ファシリテーションをしていくと、この老子にたどり着いて、まあ、結構5、6年前から何回もその当時は読んでたんですね。要はコミュニティマネージャーとしての考え方、あり方っていうのが、この老子、さっき明徳って言いますけど、見えないパワーの方ですね、を解説してくださったのが、この老子の本です。で、この鹿島正三さんっていう方の本がですね、すごい分かりやすかったんで、ちょっとシェアしますけれども、どういうことかな。はい、ちょっと私、朗読します。これ、あの、老子を鹿島さんが分かりやすく翻訳した、さっき翻訳でもね、翻訳されてるやつ、そのまま読みます。こう、タオ、名もない、名もなき領域。これが、タオ、道ですね。だと、口で言ったからって、それは本当のタオじゃないんだ。これがタオだと名付けたって、それは本物のタオじゃないんだ。なぜって、それをタオだと言ったり、名付けたりする、ずっと以前から名のない領域が、タオの領域がはるかに広がっていたんだ。まずはじめに名のない領域であった。名のない領域から天と地が生まれ、その天と地の間から数知れぬ名前がどんどん生まれていきましたと。だから天と地は名のあるすべてのものの母と言える。ところで名のあるものには欲がくっつく。
欲がくっつけば物の表面しか見えない。なので無欲になって初めて真のリアリティが見えてくると思いますよ。名のある領域と名のない領域は同じ源から出ています。名があるとないの違いはあるだけなんだと。名のある領域の向こうに名のない領域がはるかに広がってますよと。名と案の混ざった領域がはるかに広がっておりますよということですね。じゃあ次いきます。水のように TAO のあり方に一番近いのはコミュニティマネージャーですね。天と地であり、TAO の働きに一番近いのは水の働きなんだ。TAO の人が素晴らしいのは水のようだというところにある。水っていうのは全てのものを生かし養う。それでいて争わず威張りもしない。人の嫌がる低いところへ先に立っていく。水はよほど TAO の働きに近いんだ。TAO の人は自分のいるところをいつも良いところと思っている。心は深い淵のように静かだ。付き合う人をみんないい人だとし、自分のいいことはみんな信じてもらえると考え、社会にいても TAO の働きの良さを見失わない。TAO の人は手出しをしないで、あらゆる人たちの能力を十分に発揮させるから、人々は自分の一番いいタイミングで活動する。これを一口でまとめると争うなということだ。水のように争わなければ誰からも非難を受けないじゃないでしょうか。次、玄徳ですね。我ら心と肉体を持つ者は、ひとたび TAO の道につながれば、体と心は離れないようになる。エナジー、正気に満ちて柔らかい様は生まれたての赤ん坊みたいだ。その無邪気な心はよく拭った鏡みたいに澄んでいる。そんな人は国を治めるとすれば、ただ民を愛するだけで十分なんだ。天と地を生んだ神秘の門を開いて母と遊ぶことができるんだ。無理に知ろうなんてしなくても、四方八方とてもよく見えてくる。もちろん TAO の人も産んだり愛したり養ったりするさ。しかしそれを自分のものとしない。熱心に働いても自分のしたことだと自慢しない。人の先頭に立ってリードしても決して彼らを支配しようとしない。これを玄徳というんだ。すなわちそれは人の奥にある深い力でございます。最上の指導者項目ですね。TAO と指導者のことを話そうか。一番上等なリーダーというのは、自分の働きを人々に知らさなかった。その次のリーダーは、人々に親しみ、褒めたたえられ、愛された。ところが、次の時代になると、リーダーは人々にそれられるものとなった。さらに、次の時代になると、人々に侮られる人間がリーダーになった。ちょうど今の政治みたいにね、人の頭に立つ人間は、下の者たちを信じなくなると、言葉や規則ばかり作って、それでご了承するようになる。最上のリーダーはね、収めることに成功したら、あとは退いて静かにしている。すると、下の人たちは自分たちのハッピーな暮らしを、俺たちが自分で作り上げたんだと思う。これが TAO の働きに基づく政治なのだ。これは会社でも家庭でも同じように通じることなんだよ。次、心を空にする。心を空にした人は、だから決まった意見なんか持たない。その人がリーダーになると、人々の考え方や感じ方にどのようにも応じられるんだ。その人は言うだろう。俺はいいものは良しとするさ。そして悪いものも良しとする。それこそタオの本当の良さなんだ。俺は正直者を信用するさ。しかし不正直者だって信用する。だってそれがタオの本当の信じ方だからさ。こういうタオの人は世の中にいても囚われないでいる。心は誰に対しても自由でいられる。人々はみんな口や耳や目を働かせ、あれこれ言ったり見張ったりするがね、TAO の人は幼い子みたいに微笑んでるだけさ。ね、からです。次、ダメ人間の話を。デルタの向こうに海がある。海は、清い水も濁った水も受け入れ、ゆったりとたゆたっている。この世にある TAO のあり方はとても海に似ている。それは世の善人と言われる人を大事にするが、悪人と言われる人もくつろがせるところなんだ。言葉がうまくて世の役に立つ人や、金と名誉に恵まれた人ばかりか、ヘマな生き方をする人間だって受け入れるんだ。世の先頭に立つリーダーや社長に何かの祝い事があるとき、人は様々な贈り物をする。
しかし、タオにつながる人は黙って眺めていて、心でタオという道を贈り物にする。一体なぜ昔からこの一タオがこんなに尊ばれるのか知っているかね。ダメなやつも世間でいう罪を犯した者も黙って受け入れてくれるからさ。タオはね、世の中でダメ人間とされる連中の避難所だと言えるんだ。もう少しではありますね。これから言うのは政治の話ととっていいが、しかし人間の体にもよく当てはまる、ね、ことだよ。政治のリーダーとも人間の頭脳ともとっていいのだが、とにかく頭がからボディからやたらに税金を取り立てると、ボディは植え始める。ボディの方ではどうにもできない。頭があれこれの欲望に駆られてボディをやたらとこき使うと、ボディはもう死んでも構わんと思うようになる。とにかく頭が快楽や野心に熱中するとボディは死にたくなるんだよ。こうなる前に頭という領主の国士からボディを守ってやらなければならないのだ。どうしたらいいかって、それはね、ボディの内にある命の声に耳を澄ますことだ。人生をあんまり犠牲にしないことだ。なんといっても今生きている命こそ尊いのだからね。政治コミュニティのリーダーもまずこれを第一に考えるべきなんだと。ですね。タオによくつながる人は、貯めたり積んだりしない。そしていつも人のためにしようとする。そうすることによってますます自分が豊かになる。うちに持つものをすっかり人に与えようとする。そうすることでますます多く与えられる。というのもこうするのがタオの働き、この原徳の循環ですね。タオの働きだからであって、タオの働きは人に益を与えるけれど害はしない。だからタオの働きをよく知る人は何か行為をするとき争わないのだよ。争わないでするんだ。ね、はい。以上でございます。一旦じゃあここで区切りましょうか。ありがとうございます。タオの話がすごい出て、実はなんか私、株式会社ワンピースっていう社長、久本社長が経営してらっしゃる会社の元社員なんですけど、すごいなんかそれに社長すごい影響されてるんですけど、その通りやられてたんだなっていうのをすごくひしひしと感じました。感じた？はい、感じました。今これ100回ぐらい読んでるからね。あ、そうですね。なんか会社にもそのタオっていう本がボロボロになった状態で置かれてて、すごい何百回と読まれてたんだなっていうのを知ってはいたんですけど、なるほどと、そういうふうに会社の経営にも生かされてたんだなということをすごく感じましたね。白石、はいはい、さんどう感じられましたか、今のタオの話。いや、逆にこれを聞いてみんながどんなふうに感じたのかなっていうのにめちゃめちゃ興味があって確かにそうですよね、うん、早速ではじゃあまたブレイクアウトルームに分けてお話ししていきましょうか。またちょっと4つぐらいに分けてます。こちらでお願いします。インディアの話で終わっちゃいました。インディアの話、すごい気になる。気になるよね。素晴らしい。今あのこっちあのブレイクアウトルーム入った瞬間に6人だったんですけど、他の5人がミュートで顔出してないっていう、もう全員喋る耳だけみたいなリスクを背負ってめちゃくちゃ汗かきました。すごい自動振り分け、そんな奇跡起こるんです。でも1対1であの1人の方が喋ってくれて、1対1で喋って、ね、助かりました。それも濃い、はい、いいブレイクアウトでした。ありがとうございます。やっぱりどうしても難しいっていうのが僕の中でももちろんあって、うん、あの今の話聞くだけで僕がさっき興味持ったっていうのは、やっぱり今の状況で皆さんがさっきの話を聞いてどの程度こう自分事として、あるいは今回のこのコミュニティマネージャーっていうお題に対して結びつけられるのかなっていうのは結構興味があった部分だったんですよね。他のブレイクアウトルームではどんな感じでしたか、久本さん。あ、でもなんかすごい咀嚼されてる方なんか半分ぐらいその浪士してますみたいな人もいるし、私、うんうん、もなんかこう中立に立つように頑張ります、頑張ってますみたい なんかそういう話が。やっぱり意識が高いですよね、ここに、うん、土曜のこの時間にね。直前に集めるって私もよくやります。ついてきて、すいません。なるほど、うん。はい。じゃあ、そのじゃあ続きのスライドもいきますか。そうですね、続きいきましょうか。はい、いきますね。お願いします。もう一人でやりますので、じゃあ、いきます。はい。
これね、大学ってありましたけど、中学っていうのもあるんですよ。そしてね、小学っていうのもあるんです。小学ちょっとまだ解読できないんですけど、中学ちょっと若干解読できたんで、まあ、言ってること同じです。で、中学っていうのも冒頭にこの言葉があります。ちょっと言いますね。まあ、要は、あれです。中心になる人の心です。中っていうのは、さっきのコミュニティマネージャーですよね。真ん中に立つ人ですよね。中心に立つ人ですよね。中立に立つ人ですよね。みたいな中だと思ってください。そう思えばですね。天の命ずる、これを正と言い、正に従う、これを道と言い、道を治む、これを教えと言うなり。天の命ずるですね。それぞれ人によって性質がありますよね。と心の、まあ、原則ですね。それぞれも個性があって、人によって違いますね。私は社会をより良くしたい。新しい取り組みをしながらみんなに伝えたい。これは私の性かもしれないですね。これみんなに違いますと。で、性にこう従っていく、心の声に従っていくのをタオと言います。道と言います。さっきね、精神、誠意っていうのもありますよね。心の音を聞きましょうと。フローも同じですよね。で、このタオを、収むることを教え、を学んでいくってですね。教え、その心の声から学んでいきましょうよ。で、これを伝えていくと教えてですね。で、さらに、喜怒哀楽の未だ発せざる、これを中と言います。みんな怒ったり、泣いたり、いろいろありますよね。で、これのさらに下ですね、深いところ、何もない空の状態のところを中と言うですね。うん、で、発してみな切に、これ何だっけ、まあ、チュール、治る、まあ、ちょっと別の言葉になります。だみんなが喜怒哀楽、感情を吹き出す、さっきチームビルディングの話もありますけどね、でこれをわーって喋って、切に至った時に和ができますよと。中は天下の大元なり、和は天下の達到なり、みんなの心の音っていうの、声を聞いて和を作っていくっていうのが、天下の道ですよと。平和になるための道ですよと。中和を、中と和をいたして、天地、暗いし、万物、いたす。何のこれ、いたす、いくすか。はい。中をして、和をして、天と地の動きですね。これを、暗いっていうのは、これ、言葉は暗号なんで、みんな調べてたら分かるんですよ。暗いっていうのは、位置ですよね。立ち位置。天と地の立ち位置、みんなの立ち位置が分かってきたら、いくつ、さっき老子にもありますよね。みんなが勝手に自動的に動いていく、成長していく。この育と教を足して教育と言いますよね。こういうことなのかなと思いますね。本当の教育っていうのは、こういうことが本末の本なのかなと思いますね。こんな感じですね。万物、生成の根源があって、中っていうのはさらにこう結ぶ力、和の力、中心の力ですね。まあ、男性と女性がいて、結ばれて、結婚して子供が生まれますよね。とかね。太陽があって、大地があって、結ばれて植物ができますよね。とかね。いろんな価値観の人が結ばれて、新しい価値が生まれますよね。人と人をつないで結ぶ。これ、仲人っていうのは、中に人に人弁書きますよね。人と人を結ぶパワー。ね。そういう人たちですね。ってことは、コミュニティマネージャーっていうのは、この結ぶ力、和の力、中心の力、この中っていうものが大事。でさっき老子の話と全部つながりますね。原則ですね、それは。そして見える領域は、孔子が言ってる話になっています。結び、調和、創造、天ですね。こういう言葉をちょっと持ってきながら次の話ですね。はい。でこれ中の時間です。ちょっと話が今度変わります。今度日本について学びましょう。世界最長の国どこですか？みんなね、知ってる方どうですか？知ってる方手を挙げてみます。ということもわかんないですけどね。どれぐらい？そんなにない。そんなにない、はい。日本ですと。はい。2600年続いておりますと。デンマーク1200年。イギリス900年。建国記念日っていうのがありますよね。これ日本ができた日らしいですね。2600年。厳密にはもうちょっとあります。2670年ですね。これ実際こんだけ続いて。じゃ中国3000年って言われますけれども、国がめちゃくちゃ変わってます、はい。中国っていう国は最近できた。60年ぐらいですね。ある人、シナって言いますよね。あれは、シンっていう国のね、ローマ字にしたらシナって言うんですよね。中国です。なぜ続いたのかっていうことを私は学びました。天皇が権力捨てたかっていうことが分かります。これ、知らす国、知らせていた国ですね。これ、すごいんですよ。どんな国かっていうと、天皇ですね、権力と権威を一緒にすると、やばくなったと。もう国がどんどん崩壊してくる。奴隷になると。
で、中国がなぜ滅んだかとかね、ヨーロッパの国がなぜ滅んできたかって、大体あの権威と権力が結びついて、もう私腹肥やしちゃったりとかですね、人めっちゃ殺したりとかですね、もう贅沢三昧したりとかですね、いろんなことになるわけですね。なんで、あの日本人はですね、昔気づいちゃったんですね。それ気づいて、権力捨てようとしたんですよね。それがこのシラス君。ウシャ君にはこの私有になっちゃうと。私有しないと。決めれないと。権力者に信任する。どう信任するかって、大見宝って言います。昔は、あの日本、みんなのね。宝物だと。前は神から生まれたね、みんな兄弟のわけですから、それを宝物だと。その宝物を大切にしてくれる権力者に権力を渡しました。でそれが公家だったり、幕府だったり、今の内閣なわけです。続いてるんです。126代続いてるんですね。じゃ天皇何、天皇何するかって言ったら、神に祈る係ですね。神様。代表、神代表としてみんなに祈る係ですね。それがずっと続いてるんですね。祈り続ける。で、この権力者があまり良くないと体制奉還しますよね。一回戻しますと。で、また次の人に内閣に渡しましたっていうのが明治維新ですね。平和的に解決していきましたね。それをね、争いをできるだけしない。こんな感じです。で、これを君民一体っていうことだとしますよね。で、八公一族ね。武力や権力で力の支配を行うのではなくて、国を家、国民を家族と捉え、天皇が国と民に深い関心を持って広く知り、国民一丸となって利することで幸せな国を作ると。で、八公一っていうのは八方向にみんなで一家とし、一つの人一ってまたできましたね。一ってできましたね。家族と捉えていくという考え方ですね。で、さらに、君が代、これも知らなかった。1年前ぐらいですね。意味知りました。すごい、すごいな。これ実は結びの歌ですね。1000年前、1500年前、古今和歌集から来ました。読み人知らずです。結婚式の時に歌われた歌をこのまま国家に持っていったのが日本です。君が代っていうのは、キートミーとはイザナキとイザナミから来ています。男性と女性っていうんですね、これ。ね。日本語っていうのは、コードがあります。暗号があります。いろんな意味を含めています。君が代、男性と女性が愛を含ん、愛を育んでできたこの国はですね、千代に八千代に1000年も8000年も続いていますよね。さだれ石、小さな石が、大きくなる、ね、ガチッとこう重なったら岩尾になるんですね。これ実は京都とか高知の私も実際見たんですよ。ほんまに岩になってるみたいな、さだれ石が、はい。団結して、家族、兄弟、子孫、代々、みんなで一個の石になって、苔の結まで。結っていうのは、これ結びから来てますね、さっき結び。ね、結っていうのは、結衣という言葉から来てますけれども、新しい命を生み出す力、パワー、源ってですね、苔が結まで、先祖代々、子孫が繁栄していってほしい、願いを込めて、こう愛を育んでいきましょうよっていう、そういう祝いの歌から来てる。愛の国ですね、日本ですね。そして、これ、まあ、コードがいっぱいあります。17条の憲法では調べました。これ、すげえなと思って、はい、すいません、これ、あや、すごいでしょ。これ、俺、してたんだよ。で、つながったと思って、僕、すごい感動しちゃって、同じことやってるやんと。やっぱ、たどり着くよね。別にど、教えてもらってやってもいいし、真理を見極めてやってもいいわけです。で、次、これも感動したわけですよ。17条の憲法、まあ、なかなかね、読み解く人知らないかもしれないですけども、和をもってたっとしとせよっていう言葉ですよね。これ、仲良くしなさいっていう、まあ、ことでもあるんですけど、それは薄っぺらいと。で、これ読みますね。一つに和く、和らぐをもって、たっとしとなしてください。これさっき和っていう言葉、中学っていう言葉から絶対引っ張ってきてるなと思うんですけども、逆らうことなきを旨とせよ。争いをやめてくださいと。人、皆、田村ありと。都と政党を組みますよねと。仲間チーム組んでありますよね。うん、また、悟るもの少なし、悟る、ね、立つっていうね。みんなね、真理を分かるわけでもないと。みんなそんな頭良くないですと、はい。ここを持ってあるは、君数に従わず、要は、上下関係、争ったりとか、父親家族で争ったりとか、また、里となりに他が、地域の人たちでも、隣にいる人でも争いますと。しかれども、神和らぎ。死も結びて、まあ、上に立っている人が和らぐ環境を作って、で、下が、こう、仲良くなろうという心を持って、で、ことを上げつらうときは、表を上げて、喋ると。上下関係なく、みんな和を大事にし、まあ、みんな意見をしましょうと。上げつらう。これ議論の論ですね。上げつらう。
議論します。そうするとことおのずから通じ何事かなさざらんということですね。だからみんなで議論してくださいっていうのが第一条。これで憲法って何かって言ったらコミュニティマネージャーですよね、まあ、みんなで政治しろと強いですよね、まあ、みんなの輪を作る人たちの考え方ですね。こういうの書かれてるね。まあめっちゃあります。これね。めっちゃ簡単です。三方を敬えですね。これ仏教とか出てきましたけど、仏教より和をまず大事にしてください。ちょっと宗教、神道、いろいろ、なんか偏り出すとまた和が乱れるんで、乱れないようにしてくださいとかね。あとまあ一回みんなで決めたら絶対やろうぜって。とかね。敬うってこの感じですね。豊かさを示すって礼儀の礼です。豊かさを占めることを偉そうにしちゃダメですよ。これね、徳っていうところですね。むさぼりをやめてくださいと。とかね。悪いことしちゃダメだよ、ね。人それぞれ役割を持つ。もう基本的なことです。これでいいじゃんと思います、ね。そして大事なことに及もっては、これ第17条ですね。ちっちゃなことはそれぞれで決めていいけど、大きなことはみんなで議論してください。ということですね。これはなんか聞いたことない。そうですね。なんかワンピースでよく聞いてた。7年前やってたんですよ。で、これ見て感動してね。そんな感じです。で、今度、和を作る人たちの徳についての考え方。これ、簡易12回です。簡易12。これ、儒教から来てます。実は。知っていうのは、さっき英知ですよね。さっきありますよね。なんですかね。自分の、関わっていることの真理を知りましょう。ね。物事の法則を知っていってください。ですね。これ、修身の基本的なところですよね。で、そうすると、心が誠になりますよね。自分も満たされて、自分の夢も叶って、で、さらにそれが志に変わる。それは、これ我を羊になるって感じ隠すんですけども、自分を捨てても大切な価値観とか、大事にしたいことっていうのが義っていうことですね。でもそうすると、対立しますと。うん、対立するので、さっき採火してください。家を収めてくださいよね。だからこの辺から中学とか大学についての考えですね。信じてくださいと。信頼を作ってください。無条件に信頼できますかなと。信頼を持って場を収めてください。で、さらに礼儀の礼ですね。相手を敬う。偉そうにしない。ということを持って場を収めてください。で、さらには、さっきですね。木から上から見守るような気持ち。そして親のような気持ち。親しむ一体感を持つような気持ちで場を収めてください。これを全部できる中心に立つものが徳がある人であり、コミュニティマネージャーであり、っていうことですね。はい。じゃあ、天皇はどこにいますか？上に立っていますか？中心にいますか？伊勢神宮も中心です。じゃあ、皆さんどうですか？ということですね。この辺から話がね、切り替わってきますが、ここは、何にしましょうかね。はい。まあ、一旦この辺にしましょうか。まあ、日本国のあり方についてと、まあ、この中について、話をさせていただきました。なるほど、ありがとうございます。かなりちょっとお話が盛り上がってきたところなんですけど、実はお時間があと5分でして、そうなんですよ。まだまだちょっと続きがありそうなので、もしよかったらね、またこれ第2回とかやりたいなと個人的には思ってるんですけどね、ぜひぜひまたちょっと企画したらインスタ等で配信させていただければなと思います。ちょっとお時間があと4分になっているので、ちょっとブレイクアウトの時間は取らずに、コメント感想などをチャットに送っていただこうかなと思っております。皆さん今日のコメント、でもせっかくやからブレイクしない？あ、しちゃいますか？そうですね、じゃあ、最後にじゃあもう一回、はい、ちょっと短めのブレイクアウトをさせていただきますね。少しお待ちください。書き出してから、あ、そうですね、せっかくなんでね。はい、じゃあちょっと4つぐらいにルーム分けております。めちゃくちゃコアな話の途中で切れてしまいました。いつもそういういいところで終わっちゃいますよね。どんな話されてたんですか？あ、皆さんでも最初の、ミーティングルームの時もそうですけど、やっぱり和を持ってっていうこういう議論になった時に、やっぱり自分事として置き換えた時に、やっぱり家族のことっていうのは一番にやっぱり課題で出てくるんですよね。でそれをどう解消しつつ、あるいはそこを完璧にしないと上の層に行けないっていうことじゃないっていうのがすごい大事なところで、一個一個階段を上っていくっていう考え方ではないと思うんですよね。だからそこをこう変にこう固くならずに、まあ家族の問題ってやっぱ必ずつきまとうというか、一番ね、平等なところなんで難しいところですけど、
まあね、難しいですよね。まあ、そもそも多分こういう学びを昔は小学校とか中学校でやってたわけだから難易度低いですよね。そうなるとね、まあ、ここのメンバーでやれば多分家族なんて収まるんですけどね。やっぱそんな英知のない状況で多分世の中やらないといけないから、相当みんなで学んで実践しないと平和にならんっていうことはあるか、ね。まあそうですね、アンガーマネジメントとかって言ってもやっぱり子供がもう何時間もいやいや言い続けるともう腹も立ってきますしね。それが人ですから。うん、なるほど、そうですね、はい。他の皆さんもよければ感想とかあれば全然チャットにじゃんじゃん投げてくださって大丈夫です。お願いします。平さんもちゃんと日常の中に学びの源があるということですよね、とありがたい世界を生きていますよねと知ってますね。そうですね、ありがとうございます。昔そのやっぱりその歴史もののなんかドラマとか映画とか見たら、まあ、大体兄弟になんか殺したりあったりとかね、家族で殺しても暗殺しまくったり、ね、そういうなんかやったんでね、収めるのレベルがまた違うっていうかね。もうちゃんと人間関係ちゃんとやってくださいっていう学びは、あの儒教の一つでもあります、ね。僕も家族については、本当に専門としてお話をさせていただく機会とかあるんですけど、やっぱり一旦距離を置くっていうことを諦めるっていうのとはまた違うんだけど、向こうはこう今話さないと自分の熱意が相手に伝わらないんじゃないかとか、熱い状態で話さないと意味がないって考える人もいるし、逆に熱い状態で話しても意味がないって考える人もいるし、そこはもう本当に人それぞれなんで。そうですね、私も奥さんは別に成熟してねえなって思ってて、どちらかというとまだ中期とか後期のなんか大変やなって思うわけです。そうやってまあ、さっきの図がある、あれば、まあ、まあ時間かかるよね、10年待とうかなみたいな。じゃあ今彼女は心の何て言うんですかね、自分の声もっと聞いてほしいなと思って、だからもっと自由にどんどん遊んだらいいじゃんっていうことを言ってあげたりしてみたいなね。主張があれば全部聞くとかね、そういう感じでこうやっぱりやらないと順序があるんですね。うん、まあ時間なんで、そうですね、出る方は出てくださいね。ですね、はい。いただいたコメント全部まとめてページに載せようと思っているので、感想とか何でも大丈夫です。あれば、じゃんじゃん今コメントしてください。お願いします。で、日本人ってレベル高いと思ってて、多分この考えって残ってるのは多分日本だけじゃないと思うんですけど、日本は相当実は言語化されて残せている状態なので、だから世界を平和にできるのはもしかしたら私は日本人の可能性、日本人だけじゃないです。多分これ世界中にこれに気づいてる人たちがワンサカいるんで、多分またそこ、そういうコミュニティマネージャーとまたつながって、なんかその風潮を100年かけてこう作っていけば、またいい中になるんじゃないかなと思ってます、ね。うん、ありがとうございます。そうです、もう時間ももうちょっと5分過ぎてしまったんですけど、最後に、そうですね、白石さんどうでしたか、今回全体通して。うん、いや難しいですね。とても内容難しくて、僕はやっぱり久本さんからこの前もこの手の話を事前に聞いてて、自分の中での勉強としても大方予備知識みたいなものも若干あった状態で、で実際に僕も動いてる身なので、ああそうだよねっていうのはありますけど、皆さんがどのレベルで感じて取ってるのかなっていうのはやっぱすごく気になって、でも話聞いてる限りではもう全然僕よりも多分感度の高い方も学びの深い方も全然いらっしゃって、うん、とはいえやっぱり家族のところで悩むのはみんなやっぱり共通しててそこはそこでいいんじゃないかなっていうのはやっぱりあって、でやっぱり言葉の定義を大事にしてほしいなっていうのは僕の一つの、あとはそのどの船に乗るのかなっていう行き先を自分の中で明確にして、グルリの紹介でグルリに入ってきた方が輪を乱すっていう話があったんですけど、やっぱりその方にもこの船はどういう船なのかっていうことを伝えてあげられるような準備とかはこうしておくのも一つの手なのかなっていうのはなんか思ったりしましたね。うん、でまあそのグルリのやつね、そうなんですよね。でさっき老子の話で言ったら、まあ避難所でもあるし、まあ変なやつも入ってくるし、でもそれが社会だと。じゃああなたのコミュニティで変なやつ入ってきたら、それはなんか悪事をする最低限のルールあると思うんですけど、
価値観違う人を排除するんですかみたいなことと全く同じ理論になっちゃうので、でもやっぱり平和を願うなら、まあ、多様な価値観の人を受け入れながらも、でもこの、何ていうかね、私デザインもやってるんで、最高のデザインって、まあ、岸本さんなんですけど、説明しないんですよ。要は、信号って説明しないですよね。とかね、道路って信号しないですよね。だから、周りの空気とか読むの日本人は得意だから、まあ、その状況、カルチャーを見て、スッと入って、まあ、来れるような状況、環境をみんなで作れると、まあ、いいデザイン、いいデザインってみんな入りやすくなるよね。そういうのをちょっと思って、だからルールは最低限にしつつ、また、やっぱルールが増えると、さっき言った法で規制する、外発的動機で規制すると、楽しくなくなるんですよね。でもコミュニティって基本みんな楽しくて入ってるだけなんで、だって利害ないんですから、そんなね、うん。だからやっぱ楽しさをどれだけ和らぐ環境と楽しさをどれだけ作るかやと思うか。ってことは、ルールはできるだけ減らす。できるだけ。だから、社会とか公園ってルールがいっぱいあるから、もう楽しくない。なんか怖いと。ルール外すとなんか怒られるし、なんか、義をめっちゃ言われるし、みたいな。制約で。やっぱ、ルールがあると悪が出ちゃうんで、やっぱりね。だから、できるだけ制約を、できるだけつけてあげないようにしてあげることで、スペースができるけど、心理学ってスペーステクノロジーって言うんですけどね。ファシリテーションの技術でね。スペースを作って、その人が活動しやすい、その人が活躍しやすい場所を作ってあげる。で、そういう力ですね。うんうん。なるほど。なるほど。そうですね。結構こう、今回通して難しいお話多かったなと私もちょっと思ってはいたんですけども、最後のそのルールをなくすというか、減らすみたいなお話は、すごい分かりやすくて、すぐにでも結構できそうな話だなと思いました。デザインでいうと、やっぱ UI、UX って、もう僕らの感性でもともと持ったものをいかにこう、要するに説明書がない状態で進んでいけるかっていうのの追求みたいな。そう。うちの子供はやっぱ2歳半ですけど、iPad なんてもう使いこなしまくりなんですよね。もう隠してても YouTube のボタンを探し出して、これっつって押して、大きくしたり、ちっちゃくしたりして。それを社会にいいように実装したい。そうですね。コミュニティマネージャーですね。はい、ありがとうございます。もう時間もちょっと10分ほど過ぎてしまったんですけど、ちょっとね、お話足りないなって方もいらっしゃったり、社長もまだまだスライドもご用意していただいてたので、まあ、もしかしたら第2回もあるかもしれないので、その時は皆さんぜひぜひよろしくお願いします。はい、では本日はこの辺りで。終了とさせていただきます。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。